民事地方裁判所とは、日本においては、裁判所構成法中改正法律による、裁判所構成法の改正により裁判所構成法第2条2項に、地方裁判所派必要に押しこれを民事のみを管轄、する者また派刑事のみを管轄する者と試すことを読、と定められたことにより設置された、民事事件のみを担当する、地方裁判所のこと。 裁判所の廃止及び設立に関する法律により、東京地方裁判所を廃止して、東京民事地方裁判所と東京刑事地方裁判所が設置された。施行期日は、昭和10年法律第29号外7件施行期日の件により、1935年5月1日、裁判所法及び下級裁判所の設立及び、 管轄区域に関する法律により1947年5月3日より、再び東京地方裁判所に統合された。東京以外では分割はされなかった。地方裁判所を民事と刑事に分割したものであり、民事事件の管轄権は他の地方裁判所と同じである。民事地方裁判所には、検事局が置かれず、検事の権限は、民事地方裁判所と同じ管轄区内の刑事。 地方裁判所の検事が講師した。ありがとうございます。